今現在下位に沈む両チームにとって巻き返しの4月が始まります。2021明治安田生命 J1 リーグ第7節、横浜 FC 対柏レイソル。横浜 FC はゴールキーパーが南、ディフェンスは4枚です。岩竹、田代、ハン・コガン、袴田、ボランチには手塚と安永、ジャーメン・リョウ、斉藤、松尾、前には今日渡辺一馬を抜擢しました。一方の柏レイソル、ゴールキーパーが戻ってきた韓国代表キム・スンギュ、ディフェンスは4枚で大南、上島、染谷、古賀、ボランチにはヒシャルジソン、マテウス・サビオ、クリスティアーノ、江坂代表です。一平篠塚、前には19歳の細谷を持ってきます。ここで江坂です。さあチャンスになるか。シュートはまだ打つタイミングではないが、トゥーシュートへ持ってこれない。ハン・ホガンの足がスッと伸びてきました。風が横から強く吹きます。上空舞っているその強い風の中、落としたボール、ゴール前来た。田代決めて先制。待望の今シーズン初めての先取点。リードをした横浜 FC 1対0。セットプレーから。ハン・ホガンも左、まあ、外から入ってきてますし、まあ、あとは多分ヘディングしたのは岩竹なんですけど、2人余ってますもんね、ハン・ホガンも。で、田代がいいところに浮いてましたね。まあ、あとは落ち着いて決めましたね。今シーズン初めてリードを奪うという展開になりました。手塚、低いボールできました。ボールこぼれてジャメン・リョウ、決定機ですね。キム・スンギュ、まあ、このボールがリフレクションして目の前に来ましたけどもね、ちょっと慌てましたかね。直接フリーキック、テスカー狙った、こういうところ狙いましたね。キム・スンギュ、はい、まあ、枠は外れてたとは思いますが、キム・スンギュからするとすごくジャッジの難しいボールになったので、うん、やっぱり手は出ますね。はい、さあ回収したボール、今度レイソル一気にチャンスになりました。馬力のあるクリスティアーノ、シュート、南いいカットです。シュートストップ。まあ結局オルンが不在の、つまりチャンスになるか。チャンス、これは体をうまくぶつけに行って、そしてシュートで、あっとわずかに外れたか。今松尾の最後はシュートですか。そうですね。あ、安永がうまく運んでいきました。本当です、はい、まだもつれているボールです。ジャッジは流したまま。ここは面白い踏ん張りどころ、入ってきた神谷。神谷来た、入れたボール正面から江坂、シュートへ、タイミング外してシュート。面白いタイミングの取り方じゃないですか。そうですね、まあ、ちょっとフェイクを入れて相手をそこを止まらせるというか。神谷蹴ります、右足。神谷の精度高いですからね。神谷入れた、ヘディングシュート決まった。ナイスキーパー宮崎、好セーブ。いや、思わず出てしまいましたが、いいボールが入りましたし、上島でしたけど、いや素晴らしいセーブですね。正面から前に、しかし右にクリスティアーノ渡したボール、さあチャンスだ、大南、浮き球をシュートへ、南、また出た、素晴らしいプレーの連発。いや、今の左足で素晴らしいボールでしたね。コーナーキック、インスイングゴールに向かってきてシュート、入った、入ったか、どうだ、決まっていない。ジャッジはゴール、すでにゴールラインを割っていた、同点ゴール、すでにゴールラインを割っていた。決
決めたのは最後はクリスティアーノか。もうすでにゴールラインを割っていました。1対1。あ、今の得点が大南ですね。あ、大南、大南の得点です。1対1となりました。そして今試合が終わりました。1対1。両チームともに白星とはいきませんでしたが、勝ち点1をプラスします。両チームにとってトンネルを1をの脱出、連敗ピリオド。